皆さんこんばんは。皆さんお元気でしょうか。ガレージラボ東京、番組モデレーターの乾栄一郎です。この番組では毎週さまざまな分野のゲストにご登場いただき、ゲストのスタートアップ時代や現在の活動につながる思い出をお聞きしています。何かしらのアイデア、ヒント、そして皆さんのロードマップにスタートアップに生かしていただければと思います。本日のゲストは漢字の専門家にご登場いただきます。それではガレージラボ東京スタートです。みんなのガレージ。ありがとうございます。今週のゲストは漢字の専門家、大方徹先生です。よろしくお願いします。はい。はい、先生の思い出話に進みたいと思います。はい、兵庫県の明石市生まれということで、はい、続けていきたいと思います。ですね、前回は先生の隠れた才能といいますか、モナリザを模写された。これめちゃくちゃ僕も絵を描いてたんで。どこを見るかっていうことになってくると、似てるなっていうのはやっぱり顔の表情とかっていうことのお話をしてたら、先生の絵もやっぱり目とか顔とかにすごい忠実に描かれてるんですね。そうですか。うん、なんかすごくね僕感動しました。ありがとうございます。まあこれ現在仕上がったやつもちょっと飾られてるということで、まあそういった一面もあると。まあ学生の皆さん何もこういう先生がこんなことをしてたということは知らないとは思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、では先生の学生時代のワンシーンということで、これはどういったところでどなたと写真を撮ってるんですか。いつ撮ったか全然覚えてないんですけども、はい、真ん中にいるのが私のおばあちゃんです。97歳まで生きてました。お、でその横はいとこと、それからいとこのお嫁さんですね。で一番下の列の一番左側が私の弟ですね。あ、そう、それは分かります。もうだいぶ分かりました。はい、でこれはどこで撮られたんですか。どこだったかね、ちょっと、あ、これね、おばあちゃんの家ですね。姫路の旧家なんですけども、大きな庭があってそこですね。ね、これ後ろに見ると、はい、まあ、僕庭が分かるんで、はい、上に後ろにはあれ、はい、フェニックスか、ね、ちょっとね、海岸地域にこう出てるようなやつ で、ね、なんか洗剤とか言ってましたね、お庭のことをね。あ、はいはい、そうそう、洗剤洗剤言いますね、前、はいはい、庭みたいなことね、うん、ありがとうございます。これも学生時代 で、 そうです、ね、これ2つ丸したのは、はい、もう僕だいぶ見てきてるんで、はい、先生と先生の弟さんっていうのがあるので、これは先生どっちですか。はい、手前の方が私です。あ、座ってる方が私、座ってる方が、立てる方が弟さん、弟さん、はい、はい、これもご自宅ですよね。はい、そうですね、はい、ありがとう。まあ、ちょっとそれだけでこれ選んだんですけどすいません。でこれめちゃくちゃ僕感動してこのギター、そうです、ギターこれは何ですか。はい、これは先生、はい、グレコのギターなんですけども、ファイヤーバードというのの、ちょっと、ボディがちょっと小さくなってる方ですね。はい、はい、うん、ね、ファイヤーバードといったら、まあね、すごいロック、はい、ヘビーロックな世界ですね。意外だな、皆さん知らないと思いますけど、はい、で僕カタログ探してきました。これグレイ君の1970年代のカタログにあったんですよ、この FB900 で。横はフライング V ですよ。アメリカンコミックのアニメーションにもこのフライング V が出てくるぐらいで、本当に特徴的なギターで、まあ、すごく見つけた時ね、おおすごいってちょっと思いましたね。よく見つけてくださいました。本当にありますか。びっくりしました。はい、グレコ今はプレミアムついてます。はい、はいはい、で先生がそのロック好きだっていうことを聞いたので、はい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 、先生どの時代のロックのどんなのが好きだったんですか。本当ですね、クリームのあたりから始まってレッド・ゼッペリンとかも好きだし、ピンク・フロイドも好きだし、キング・クルムとかああいうのも好きなんですけども、コロシアムとかいう、ね、グループがあって、それが、はいはい、まあ、一つ挙げるとしたらそれかなという感じですよね。あ、はい、まあ、これちょっと僕も、はいはい、僕の持っているレコードからですけども、うんうん、クリームのこう、うん、ヤードバーズ時代、うん、クリームという、はい、まあ、
ね、エリック・プラトンが共通して、はいはいはい、いらっしゃるので僕のコレクションですけども、うん、めちゃめちゃねギターがインストルメンタルだったりとか ね、はい、面白いですよね、うん、でこれ先生のクリ、コロシアムっていう、はい、まあここにまあちょっとアルバムもありますけども、はい、実際にこれ2枚組ですよ、うん、今の若い人分かるかなこの2枚レコード2枚入ってるんですよこうやってそうですね、はい、で1枚で30分ぐらいなんで、はいはい、4名あるんで、はいはい、まあ、2時間ぐらいのアルバムっていうのがこの時はまあちょっと選手なんですけどね、そうですね、そしたらこのコロシアム、あ、まあ、ちょっと待って、コロシアムっていうのがそのインストルメンタルを中心とした楽曲ですね、うん、まだ、いや歌もクリス・ファーローという人がすごく渋い声で歌ってますね、はい、なんか独特の僕初めてこのアルバムを見て、はい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 、でちょっと音源を聞いてみたら、はいはいはい、今聞いてもなんか新しい感じがしますね、まあ学生さんは先生がこの、うん、こういうロックを聴いてたっていうことは多分知らないと思います。あんまりね言わないです、言っても分かる人いないから。確かに。だからエレック・クラプトンとかジェフ・ベックとかね、そのあたり、うん、まあ、レッド・ツェッペリンとかそのあたりはみんな知ってるかもしれないけど、こういうことになるとマイナーすぎて誰も分からないので、あ、言っても話が弾まないから言わないです、まあ、ちょっと僕も話してちょっとかすりつつあったんで、はいはい、全く知らなかったけど、うん、今回これ知れてね、うん、はい、すごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあまあそれが若い時の、まあ、趣味であるとか好みだったんですけども、うん、これはいつぐらいに、これはですね、はい、何年かな、何年前か10年ぐらい前になるかもしれないんですけど、うん、大阪府立大学で書道篆刻研究会というクラブが、はい、まあ、書道部なんですけども、うんうん、クラブがあって、毎年春と秋に学園祭みたいなところに出してたんですが、その時に、まあ、顧問なんですけども一応出すということで出してたものですね。でこれ道という字です。道ですか、はいはい、先生どこがどう見たらいいですか。真ん中が、ね、首なんですね。だから道という字は神妙に首なんですけども、あ、そうか、でその上の方になっているのがこれ行構えで行くという字なんですね。で行くという字はこんな風になるとクロスロードなんですね。でそこの真ん中にその、首を持って歩いている様子が道だということ。なります。クロスロードの下交点に首があるというのが、はいはい、道という文字の語源になるんです、はい、みたいですね。でそれは悪霊を払うとかいうことになって、まあ、やっつけた相手の、部族の、頭領の首を持ってその道を歩くと他の悪霊が逃げて寄ってこないからという、そういうことで悪霊払いができるというんですね。なるほど、まあ、その今そんなことやったら もちろん犯罪ですし ね、 そうですね、恐ろしい話になりますけども、当時の考え方だとそういうことになるという、それは、まあ、白川静香先生というね、先生の私の立命館の、白川研究所の元になった先生がそういうふうにお話しされてます、ね。まあ、白川静香先生と書かれた、うんうんうん、漢字の本ですね、はい、なんていう本ですか。ね、字頭とか字通とか、ね、たくさんあります、はい。まあ、実っていう本ってこれぐらいの厚みのあって、はい、で漢字の歴史みたいなのもすごく克明に書いてるものがありますので、まあ、一度興味あったら皆さんも見ていただければなと思います、はいはい。でこれセンスなんですけど、はい、これ先生魚食べるの好きだから魚の絵なんかなと思ったんですけど、そうですね、これなんて書いてあるんですか、この上には。ですね、その口口臭あり。ほう。でこれ方々なんですけども、ヒゲが生えてるんですよね、はいはい、で私の先輩の串田先生というのはちょろちょろっとヒゲ生えてるのでそれをちょっとまあからかってる部分もあるかもしれないですが差し上げるのにいいかなということで、はい、あ、なるほど、これはプレゼントする、ね、そうですね、硬いヒゲというのは硬い骨だと硬骨感なんですけども、はいはい、まあ、ヒゲでもそれでもいいかなというまあちょっと半分冗談が入ってるような絵ですね。面白いですね、はい、遊びが詰まってますね先生、面白い、こんなんもらったら嬉しいですよね。いや、その説明はしてないですよ。してないんですかそういう説明はしてないですけど、まあ、見たらなんとなく分かるんじゃないかと。あ、じゃあ、まあ、クスクス笑いをこうしてる感じですね、はい、ありがとうございます。で今、書が篆刻のすすめということで、はい、いろんなところで活動されているんですね、はいはい、先生。そうですね、近鉄の上本町というところがあるんですけども、はいはい、そこの文化サロンというところで、もともとは掃除という文献をね読む会をやってたんですけども、はいはい、なんかひょんなことから絵とかも教えてくれとかいうことになって、書道と篆刻というのはハンコを作るんですが、こう赤いポットを押してるやつですね、はい、
それが合体したようなものを、まあ、始めています。あ、はい、でまあ、近鉄の上本町駅を出てすぐに近鉄百貨店ありますよね、うん、はいはい、その百貨店の5階だったかな、はい、10階です。10階ですか、はい、10階でその文化サロンがあるんですね、はいはい、なるほど、まあ、そこでそういう活動も教えてらっしゃるんですよね、はい、そうですね、一応ね、はい、まあ、もしかしたら先生のこうお弟子さんとかねいらっしゃるかもわからないですね、はいはい、でちょっとこれも、うん、まあ、僕息子が書道するものなんであるんですけど、こう石に彫るんですよね、そうですね、これ私が彫ってるとこじゃないんですけども、彫り方いろいろあるんですが、はい、あの私の彫り方は下から上に上げていくというね彫り方で、中国の青白石という人の彫り方なんです。青白石、はい、青白石は画家であって書家であって篆刻家なんですけども、うん、その人があの蒋介石の60歳のお誕生日に描いた絵が2012年だったかな、うん、54億円で売れたんですね。すごいですね。その時のオークションの世界最高値だったはで、私はその青白石に習った先生のまたお弟子さんのお弟子さんなんで、なるほど、ひ孫弟子なんですね。ひ孫弟子、あ、54億のひ孫なんですねそうそうそ う, そう、あの半分半分になりたいところですけど、なかなかそうはならないなるほど、はい、ありがとうございます、はい、でこれ先生からいただいたこれ画像なんですけど、はい、これ何て書いてあるんですか。ですね、この右側の2つが香りです。香りで字が白くなっている方を白文と言います。で赤くなっている方を朱文、朱色の文って書いて、うんうん、で一番左はあの大で大型の王というふうにしたつもりなんですけども、うん、なんか読む人が読むとこの頭が大きいのは天に通じるんですね、うんうん、だから天と呼んでくれても構わないということで、うん、ちょっと中途半端なことになってます。あ、いずれも小さいもので1センチぐらいのこの小印ですね、はい、だこれ拡大しているので結構大きく見えますが、はい、あのちょっとまあはがきに押したりとかね、そういう時に使えるようなものですね。なるほど、奥が深い話ですね。これはあの論文の表紙をこう、はい、されているということで、そうですね、論文集、人文学論集という大阪府立大学で、うん、あの私の先輩の先生が作った論集なんですけども、 ある時期から表紙を変えまして、ガラッと変えて、でこれ T シャツに変えた辰の落とし子の絵なんですが、まあ辰年だったんでということですけども、なるほど、面白い、その裏と表と両方から見れるようにデザインしてます。まあ、横書きと縦書き、はい、でそれでね、あの右側が横書きです。なるほど、で左側が縦書きで、普通、はい、あの文化系の論文で漢文系のものは縦書きなんですね、国語の教科書と同じで、その場合には反対からめくらなきゃいけないんですけど、逆さまからめくることになるので、あの裏表紙をやめようということで、どっちも表表紙にしたということで、面白いですね、そういう発想でやりました。はい、はい、話はちょっと尽きないんですけども、はい、後半の先生の、はい、TV でお伝えしたいと思います。では一旦中断をして、CM お願いします。PD プロフェッショナルデモンストレーションになります。先週から引き続きまして尾形徹先生に続きお願いいたします。先生よろしくお願いします。はい、こちらこそ。前回入り口で、疫病の疫、まあ、薬病ということで進めていきたいと思います。はいはい、研究は、まあ、中国まで行って見に行くというところになるんですけども、はい、まあ、こういったあの研究を進めていくというふうに流れはなっております。はい、で五行の引用五行の引き出しに入れて、考え方をフレームワークを当てはめて進めていくと分かりやすいですよということで、前回のおさらいになってきております。はい、そしてですね、これ先生から送られたこの絵、これの説明をお願いします。はい、これ壁画絵といって奈良の国立博物館にあるものなんですけども、その神様ですね、神様はあの正義の味方なんですけども、ちょっと怖い顔してるんですよね。これ真ん中の、はい、まあ、手に持って何か持ってて、はい、そうです、手もあの、まあ、昆虫と同じで手が4本足が2本に なってるんですけども、それぞれの手に悪霊を握ってるんですね。で悪霊は、悪霊ですか、はい、
悪霊は小さいんです。あの中国の悪霊は、日本のなんていうんですか、あのお寺にある邪気と同じぐらいで小さく描かれてるんですけども、それを食べてしまうというのが最終的な相手を消滅させる手段なんですよね。でこの右手窓、右手2つあるんですけども、上の方の右手でその半分食べてるような姿が映ってて、で下の方の右手でその入れ物の中に悪霊をつけてるんですけども、これはどうもお酢につけてるんですよね。あ、酢ですか。言葉書きで酢につけて食べると美味しいみたいなことが書いてあるんですよ、ね、あ、横のこうサラサラサラと書いている文字はそうなんです、まあ、そのままよりも酢につけて食べた方が美味しい、はいはい、でこれは昔の日本の平安時代の食べ方と一緒で、まあ、焼肉の時のタレにするか塩にするかと同じやり方だと思うんです、ね、なるほど。酢つけた方が焼肉ね、はいはい、さっぱりしていっぱいいただけますもんね。だから自分で味付けをして食べるというね、そういうやり方ですね。はい、これは奈良国立博物館の許可を取って、はい、データベースから、はいはい、転用、させていただきました、はい、ありがとうございます。で次にこの写真、この映像になるんですけど、はいはい、これのご説明お願いします。そうですね、あの一番左がちょっと分かりにくいかもしれないんですが、真ん中の字で見たときにですね、あの真ん中の字の左、一番左のところはこれベッドなんですね。ベッドを立ててある形なんですが、これを左側に90度回転させるとベッドの上に人が寝ている様子になる、うんうん、でこうなってこうなってるのはこう右手なんですけども、右手で何か棒みたいなものを持って、うんうん、ベッドに寝てる人を叩いてるという様子なんですね。ほう。でその叩くのは あんましてるとかそういうことではなくてですね、そこに悪霊が寄りついてるから叩くことによって追い払うというそういう考え方みたいな。なるほど。で右側はあの疾病の質、病だれに失うというですね、うんうん、で失うじゃなくて矢です、矢ですね。でそれなんですけど、脇腹のところに矢を刺しているような、字になっています。で矢に受ける矢で受けた傷だというふうな説が緩和辞典に載ってるんですけども、実際には体の中に入っている悪霊を矢で脅して追い払う、外に出ていけというふうにやっている様子ですから、どちらも病気を治療している様子が感じになったという、そういう考え方でいけるんじゃないかと思いますね。失病でこう、まあ、これが矢としたら、はいはい、こうえいという感じで、はいはい、こう病を退治させるという、はい、そういうことですね。はあ、すごいですね、うん、まあ、これもまあ同じような感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。あ、これはちょっとアップになって、はいはい、まあ、ベッドに横たわっている人ですね。そうですね、はい、あ、これも一緒かな。同じですね、はいはい、まあ、おさらいみたいになりますけど、だんだんこういう形に変わってきましたということですね。だんだん変わっていくんですね、はい、はい、まあ、これも一緒、はい、そうですね、これも一緒ですね、同じですね、はい、だんだんまあそういうふうに形状時代によって変わっていくけども、はいはい、これが語源になっていると。でちょっと今の字に、ね、近くなってきて、疫病の疫ということになって、これ僕バッグが黒くて白いので、はいはい、これはね拓本です。あ、あの石碑なんかの拓本がそうなんですね。で小さいものは甲骨文字もこの石碑の拓本の技術を元にして、小さいものも拓本で取ると白黒ではっきりするので読みやすくなるということですね。ということはこの文字を石に刻んでるというか、はい、そうですね、っていうことですね、はいはいはい、あ、なるほど、ありがとうございます。これは同じくその、うん、ちょっと鮮明が悪いですけど、そうですね、ですかね、はい、木簡の字だと思いますね。ちょっとあの写真を拡大しているので、なんか写真の点々ドットが入ってるんですけど、そうですね、まあ、皆さん木簡ってなんか馴染み深いですけど、はいはい、昔は書類とかあの記すものはそうです、ね、こう木の短冊にしてで、まあ、墨で書いたり、はいはい、彫ってありして、はいはい、まあ、それを穴を通して束ねるので、うん、1冊2冊っていうことを前回お話ししたんですけど、はい、うん、本っていうものの語源が竹の板を重ねたものを束ねて、ね、サッシになってる、はい、っていうことで、はい、それの、まあ、木管、はい、竹の場合は竹管です、竹管ですね、はい、木の場合が木管ですね、木管ですね、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、これも同じようなベッドが見えてる、はい、ことですね。でこの左側の点々はその汗かいてるところじゃないかとかいうことで、まあ、熱病でうなされてる人をこう治療している、まあ、いじめてるみたいにも見えるんですけども、そういう様子だということですね。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、これも先の壁茶屋の、はいはい、まあ、奈良国立博物館ではこういうふうに表層もされて、まあ、見ることができると思いますので、うん、まあ、どこかでそういった情報があったら一度ね本当にリアルであの本物を見ていただくといいかなと思います。そうですね。はい。ありがとうございます。
これも一緒ですね。ですね、そうです。まあ同じ写真こういろいろ見ていくと、あこれベッドだなとかっていうのが、ね、あのまあ先生の研究もそうやって、はいはい、いろんなこうピースを集めてきて、当然そういうことになるんですね。同じ資料をいっぱい集めて、でそれをずっと並べていくことによって、その字がどんな風に変わっていくかとかね、いうのが分かるわけですね。資料が多ければ多いほど、あの精度が増すということです。なるほど。あ、これも一緒、これも一緒、うん、これも一緒、はい、だからこれはより真実に近い、はい、こうだろうなっていう学説につながっていくというような、はい、そういうイメージですね。そうですね、はい、ありがとうございます。これがすごく僕鮮明だった、はいはいはい、これもそのこれ人ですよね、先生。人です。これ大というのは手を広げてるこういう人なんですね、はいはい、で正面形です。でその脇腹にこの矢が刺さってるように見える形ですよね。これはまあ非常に分かりやすいですね、はい、デザイン的になって、はい、あこれ先ほどの木簡と言われている部分の一部ですね、はい、これは奈良の奈良祖豪があったところから出てきたやつです、ね、奈良祖豪皆さん知ってますか。これ都市伝説、まあ一回調べてみてください、はい、本当かどうか分かりません。はい、その木簡の中にまあいろいろと文字が刻まれてて、ちょっとアップにするとここは何の部分かな、ね、こっちの真ん中のところは分かんないですけど、一つ戻してもらって、はい、この、ま、ここのところにですね、要するにあの悪霊を追い払う呪文みたいなのが書いてあるんですけども、あなるほど、当時あの藤原の4兄弟というのが天然痘で死亡した時に、その、はい、藤原のマロの屋敷跡から出たと言われてるんですよね。だからその呪術的な療法で治そうとしたんだと。でその南山のなんとかところに、まあ、怖い神様がいて、悪霊を、朝何百匹、夕方何百匹食べるんだとか、で早く逃げないと食べてしまうぞというようなことが書いてあるんですよね。でそれが呪文なんですね、はい、それが中国の千金浴法というような、まあ、医学書なんですけど、それの一番後ろのところに禁ずるという字を書いて、これはまじないの意味なんですが、おまじないばっかり載せた場所が上下2つあるんですけども、そこによく似たものがいろいろ書かれていて、でそれはまた日本の、古典で一番古い、医学書なんですけども、維新法の中にもそれが載っているというようなことですね。だからそれをたどることができる、ね、なるほど、うん、ありがとうございます。で木簡の次にですね、はい、これまあ不謹慎ですけど麻雀牌に見えなくもないですね。すいません、はい、これは何ですか先生。これはねお札ですね、道教のお札です。でよく見たら鬼という字に似たような字が出てくるんですよね。でこれはねまた書道とはちょっと分野が少し違うんですけども、中国とか台湾に調査に行った時にこのお札を書く道士みたいな人がいました。なるほど、はい、キョンシーみたいですね。まあそうですね、なんかキョンシーのあそこにパンと貼るんですけど、それを貼るのを書く人がいるわけですよ、ね、なるほど。でその書く時に一番最後に筆のですね、この墨がついてる方じゃない反対側を、このおでこに当てて、でそれをその書いたものにポンと当てて、なんか念を入れるみたいなね。あじゃあこれで本物にするわけですね、まあ、魂みたいなものを入れてるのかなと思いますけどね。なんかそれをやって初めて効力が発動するみたいなことになるみたいな、ね、ちょっと思いましたけど、はい、テスト終わった後にこうやったら合格するかわかんないですね。わからないです。わからないですよ。ありがとうございます。これももっと気持ち悪いんですよ、はい、これ先生、はいはい、これ何ですか先生。これね方相氏の仮面の一部分ですね。いろんなのがあるんです。方相氏という人物、はい、方相氏は日本の節分の神様です。で今法隆寺とか吉田神社とかにあるんですが、四つ目の神様なんですね。目がこう4つあるんですね、はいはい、で熊の毛皮をかぶってるというんですけども、どうも熊の毛皮を頭付きのやつを上からかぶると熊の目が2つで自分の目が2つで4つなんですが、自分の目で熊ちゃんをかぶるから熊の目が上にあるんですよね、はいはいはい、で自分の目があるから4つの目、はい、まあ、パンダの帽子かぶってるみたいな、ね、なるほど。ただ四方を見るということにもつながってくるんですね。なるほど。だからあらゆるものを、見通せるということになって、で節分の儀式にも使いますし、お墓の中の悪霊を払うときにも使えるということで、お墓の中に入って四隅を矛でつついて悪霊を追い払う。なるほど。こともやります、ね、これは先生何か、はい、陶器か何かですか。これはねちょっと材料よくわからないですね。革とかで作ってるんじゃないですかね、まあ、一応綿な感じな、ね、のみたいですね。そうです、はい、ありがとうございます。
はいはい、これが政治要略というところに書かれている構想紙で、実はカラーがあるんですけども、鬼はこの赤粉なんですね。で持ってるもの全部赤なんですよね。でその鬼の方には頭の真ん中の部分がまあちょっとハゲてまして、まあ、こういう髪型の人もいるんですけども、これがあの鬼で角はまだないんです。でむしろ右側の方相氏の方が、これ中国はもともとは髪を束ねて角みたいにしてるんですけども、日本の場合には角がついてるようになってまして、あの矛と盾を持ってるんですね。なるほど、まあ、矛盾という言葉になるんですけども、そうです、ね、最強の矛、はい、最強の盾の矛盾ですね。ですでこの方相氏はどうも左利きみたいで左に矛を持ってますね。うーん、で鬼を追い払ってる様子だと。でよく見たら目が4つあります。あ、本当だ、はい、はあ、すごい。続きまして、はい、これはですね、これは日本の埴輪なんですけど、はい、盾持ち埴輪とかいうふうに言われていて、盾持ち埴輪、はいはい、でそれは方相氏じゃないかと言われているんですよね。で矛の方はどうも残ってないことが多くて、多分木で作ってるから腐っちゃったんじゃないかなということで、両方あったとみなされている場合もありますね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、これは中国のお墓の中ですが、矛と盾を持っていただろうというふうに言われています、はい、これ裏と表を一緒に集めて見せたんですけども、じゃあこちら側に矛、そうですね、で下でまあ盾を持ってるという、ね、そういう絵ですね、はいはい、そうですね。でその髪型が先ほどの日本 の, あの政治要略の方相氏に似てますよね。こういうふうになってね、はい、すごい、はい、こちらは文字と絵になってますね。これもだいぶ後の日本の方 の, あの医学書の中に出てくるものですね、はい、で方相氏、ありがとうございます、はい、あ、これは先ほどのカラー版ですね、はいはい、まあ、こう見るとなんか愛らしい感じもしなくもないですけどもね。はい、ありがとうございます、はい、これの真ん中のクマがこれが方相氏の原型だろうと言われています。なるほど、まあ、こういった、はい、資料がたくさんあって、これ韓国のものらしいですね、はい、ですこれは お葬式に使う方相氏ですね。なるほど、これも方相氏の、まあ、仮面の部分を大きくしてる、かなり顔がでかいですね。大きいですね、うん、でなおかつこれも、まあ集合写真なんであれですけど、はい、実は見ると大きいという、そうこういうその方相氏の歴史というのがたくさんあるということで、はいはい、まあ、これが歴史上に出てくる、ね、まあ、鬼をやっつける神さんと、ね、いうことになります。今の節分の儀式につながっています、はい、ありがとうございます。もう少しお話聞きたいんですけども、まあ、また次回続きを聞きたいなというふうに思いますので、はい、本日は先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。早口ですみません、ありがとうございました。もうちょっと聞きたことばっかりでありがとうございました。